秋の蔵ということでやっていきたいと思います。秘密結社フィガム総帥発注でございます。まあ、昔はね、今でいう東京大賞典もこのレース名だったみたいなんですけどもね、あの名古屋ではこのレース名がまだ残っております。まあ、こういうね、地方競馬伝統のね、レース名、こういった歴史とね、伝統のある名前っていうのはいつまでも残ってほしいものですね。まあ、名古屋大賞典とか名前変えるにしてもね、名古屋大賞典もあるしね、なかなかこうこのレース名ずっと続けてくれそうな気がするんで、まあ、やっていきたいと思います。そんなわけで今回はこんな感じでいきましょう。軸は5番のエコロクラージュ、上り馬ですね、前走園田で重賞初制覇、まあ、兵庫ダービー馬も下してということでね、まあ、このメンバーの中では1番手の今最大の上り馬じゃないかなということで軸でいきたいと思います。まあ、そして1番のレイジーウォリアー、新春ペガサスカップを勝ったようにね、まあ、あの1004、1006そういったあたりの旧名古屋競馬場の重賞で活躍をしていた馬です。まあ、その後ね、クラシック路線1008、2000と距離を伸ばすにつれて着順を落としましたが、ガガガガガということですよね。まあ、この 1500m 今回の距離であれば、まあ、むしろこの馬に適性があるんじゃないかなということで、巻き返し期待して印を打っておきたいと思います。まあ、今回はだから予想のテーマとしてはそんな感じですね。まあ、1004、1006そういったあたり、まあ、このあたりの距離で実績を残している馬っていうのを狙っていきましょうと。で、4番のアンティキティラ、まあ、名古屋で重賞勝ちの実績がありながら高知へ移籍した馬です。まあ、そうですね、距離延長どうなのかなみたいな感じではありますが、まあ、高知1004、土佐皐月賞では西日本ダービーを制したベレノにですね、あの頭差ということで考えると、この辺の距離に戻ればまた再度期待できるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そして9番のバウチェイサー、兵庫ダービー馬ですね、ここ2戦大敗なんですが、距離短縮で再度期待できそうな、まあ、そんな実績馬ですね。で、12番のヒストリックノバ、まあ、この馬は、ね、逆に1200あたりで実績がある馬っていう点では、この1500って距離どうかというところなんですが、まあ、南関東でね、 1200m 戦とはいえ重賞で上位に来てる馬ですから、まあ、このメンバーならというような感じで入れておいて、今回はこれでいきたいと思います。そんなわけでね、またこういった形でやっていきますんでね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。